もう帰っちゃう？ああ、もう十分だ。遅かったじゃないか。一体何してたんだい？ごめんね、いろいろ回ってきたから。夕食の準備ができてるよ。あ、運ぶね。だったら客間の準備を頼むよ。はい。クラウドはくつろいでて。あんた、その目、ソルジャーなんだろう。元ソルジャーだ。悪いけど、何も聞かずに今夜のうちに出てってくれないかい。あんたたちは普通の暮らしと引き換えに力を手に入れたんだろう。欲張っちゃいけないよ。お待たせ。ご苦労さん。お腹空いただろう。ペコペコね。本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。お望み通り出ていくさ。どうしたのクラウド？いや怖い夢でも見た？でも夜明けまで待ってね、ちゃんと送ってあげるから。ああ。今度は見つからないように。もう休んでてって言ったでしょ。ほら部屋に戻って。ああ、
行くのかい？7番街へ行くにはどうすればいい？6番街を抜ければいいのさ。簡単だろ。途中に危ないところもあるけど、ソルジャーなら問題ないよ。元な。あの子にはもう関わらないでくれるね。わかった。ありがとう。すまないね、すまないね。あら、お花屋さん。今日は子供たちを助けてくれてありがとうね。もうみんなソルジャーソルジャーって大騒ぎ。エアリスにもお礼を言っておいてちょうだい。ああ。遅くまでご苦労様。マーケットに繰り出すか。ようやく酔いも覚めてきたし。アバランチのせいでうちのじいちゃんが元気になっちゃって。ちゃんのマコーロ話が止まんねえんだ。あ、あれ、これは偶然ですな。どういうつもりだ。待ち伏せ。どうして？もっと一緒にいたいから。お道案内を頼む。喜んで。どうしたの？なんでもない。空が見えるな。上、工事中だからね。少し怖いね。ミッドガルを建設してる時、プレートが落ちたんだって。まだ人が住み始める前で、大事にはならなかったんだけど。あれは？
ウォールマーケット、6番街のスラムは特別な場所なの。クラウド、6番街のスラムのことを知ってる？話さなかったか。故郷を出てそのまま神羅に入った。6番街どころかスラムはあまり知らない。昔ミッドガルを作るため人大勢集まって、その人たち宛てにして宿泊所、お店いっぱいできたの。そこで働く人も集まってきて、お金いっぱい動くようになって、そしたらそのお金狙って悪い人集まって。無法地帯か。そう、だからいかがわしい場所を広がらないように壁で囲んだの。それがウォールマーケットの始まり。壁の中だけならルール違反は目をつぶる。そうやって治安守ったって。あの壁がそうだな。うん。クラウド寄ってみたい？興味ないね。よかった。7番街への近道はこっちなの。普通はウォールマーケット通っていくんだけど、私のおすすめはこっち。子供の頃からこっそり使ってるんだ。